皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、10月の、15日、16時49分なんですが、本日そこまで行って委員会を見まして、関西の方で放送されている番組なんですけども、2022年に習近平国家主席が中国の台湾有事の時にはその武力行使も辞さないという表現をされたんですけども、あの表現は隕石のことなんですよ。でもう一度、僕もね、いろんなことを考えすぎるとやっぱり、ミサイルが落ちてきた、ミサイルじゃない、隕石が落ちてきたらそのミサイルで迎撃したりするべきではみたいな考え方に一時期になったりしたこともあるんですよ。その緊急放送の話があるじゃないですか。君の名はという映画で、日本のアニメの、緊急放送という形で隕石が落ちてくるところの人たちを避難させると。なかなか、10メートル以上の隕石なんかまずないと思うんですね。で、さすがにその大きさだったら、結構遠い距離からでも、観測できると思うんです。大きな天体望遠鏡の方で。それだったら、コンピューターのバグとかがないでしょうから、はっきりしたことがわかると。で、やっぱり緊急避難という選択で良いかと思うんです。例えば、1メートルほどの、直径1メートルほどの隕石が降ってきたとしましょう。それぐらいだったら、着弾地点から、1キロ以上離れていたら多分大丈夫だと思うんです。で、歩いて15分ぐらい歩いたら1キロぐらい歩けるじゃないですか。だからほとんどの人は、大体仮に60歳ぐらいまでの方としましょう。みんな歩いて避難してもらって、おおよその大体の着弾地点から。で、半日もあったら相当歩けるじゃないですか。で、ご老体の人たちが電車バスで逃げていただくと。こういうふうなことでいいんじゃないかなと思います。で、病院とかが、消防隊員や警察官や、もともと病院で勤められている方たちで、車に乗せて一時避難という形で良いかと思います。その病院に、直撃さえしなかったら、大丈夫じゃない。ないかと、そういうふうな、考え方です、私の方は。で、その件で、ああいうふうな表現をされたと、いうことで、僕もそういうふうなことを言ったと思いますので、今私が言ってるのは、火消しですね。報道関係の方たち、閣議へと、国会議員の方たちへと、あと、世界の、報道官の方たちなどにお伝えしていただけたらいいんじゃないかなと思います。他の国どういうふうなニュースを流してるのか、もう全然わからないんですけど、私としても。これで話の整合性が合うんじゃないかと。一応、こういうふうに記録つけて、YouTube にアップロードしておけば、最終的なその考え方が、固まると。こういうふうな形で、多分皆さん同じようなところで、やっぱりミサイルで迎撃するんじゃないかとか、一瞬、いろんな別の仕事とかしてたら、そういうことを忘れてしまうじゃないですか。僕もそうなんですよ。いろんなことに取り組んでいて、いつも自分で、食べ物をスーパーマーケットに買い物行ってるけども、1キロぐらいはあるわっていうことを思い出したときに、歩いて15分ぐらいで、大体それぐらいの地点まで行きようっていうことを思い出したら、そんなに慌てる話じゃなかったっていうことになるんですよ。で、大抵の人は1時間以上歩けるでしょう。普通、1時間、平地、頑張れば半日ぐらい歩けるじゃないですか。60歳ぐらいまでの方たちでも。で、数キロとか、多分、半日あったら10キロ以上は絶対進めると思うんですね。だから、まず、歩いてほとんどの人は、避難ができると
いうことなので、緊急避難が正解でしたということで、エネルギーの残存量問題から、隕石の迎撃は、緊急避難であると、まあ、こういうふうな結論に至ったと、まあ、こういうことでございます。やっぱりテレビの放送を見ていてみんな勘違いする方だと思うんですね。ですのでその辺で考え方固めていただいて、まあ、国連としても考え方は緊急避難であると、まあ、こういうふうなところで話を落ち着けていただけたらなと思います。まあやっぱりミサイルの実験とかどう考えてもエネルギーが無駄に消費されるじゃないですか。金属もそうなんですけども、まあ、ホームページは YKS 君の履歴の36番のところに国連発表の、まあ、データが掲載されてるんですけども、まあ、そのデータが、本当のところですので、皆さん世界中ご協力して、皆さん節約しながら物事を進めましょう。オリンピック万博はいらない、まあ、こういうような話になってきます。それによって世界中飛び回る人がかなり減りますから、それで、まあ、あと、まあ、移動見に来る観客のお客さんの、まあ、消費されるエネルギーだとか、まあ、そういったことも踏まえてですね、まあ、経済権利的にも合わないですし、スタジアム建設とかどうしてもしちゃうでしょ、あのオリンピックって。でどう考えてももう今のエネルギーの残存量問題を考えたらいらないですよねっていうことになってくるんです。でこれはオリンピックを近年に開いた国の人たちだったらみんな話合うと思うんですよ。使われてきたあの税金の金額だとか、その正直そんなにそこまでオリンピックのほとんどの種目ってあんまり皆さん興味ないでしょ。サッカーとか野球でしょ、どちらかというと。でバレーボールとかだったらワールドカップとかあるでしょ。だからもうそれぐらいで良いと。で、まあ、サッカーとかに関しても親善試合とかなしにして、例えば野球だったらワールドベースボールクラシックはまあ3年に1回か4年に1回開催されてますけども、まあ、ああいうふうな形で、とにかく世界中を飛び回るのを減らすと。で私の方から日本のプロ野球界とかに提案してるのは福津本拠地制度で、まあ、南の方から季節に合わせて巡業と、まあ、そういうふうな形によって結局日本としても少子化ですから、プロ野球界も、まあ、球場 の、 あの資料使用料を、まあ、各、まあ、都道府県だとか、まあ、市とかに、使用料を支払ってで、まあ巡業するような形もこれが正解じゃないかと、まあ、結局その日本で例えると2003年に個人情報保護関係が出来上がって、極端な少子化が進んでいますと。でもともとその2人に1人ぐらいなんですよ、結婚できて出産までたどり着けてた人は。で現在は3分の1以下の人をですね、結婚出産までたどり着けているのは。だからすごい勢いで今、少子化が進んでいます。だからプロ野球、日本のプロ野球界も複数本拠地制度で巡業するような形にすれば採算性もあってきます。エネルギーの節約にもなりますし、ね、ポケットのお財布の中身は皆さん限られてますから、で余計な仕事っていうものは、減らしてエネルギーの、消費っていうものを抑えなければならない。ただまあ商業原理に合うようなところというような形で、まあ、日本のサッカー界でしたら12球団2リーグ制まで一旦減らしてとか、まあ、とにかく皆さん、まあ、それなりのことを確保して対応していただきたいなというのが、まあ、私が世界に向けての呼びかけですね。まあ、アメリカの、まあ、プロ野球関係、まあ、メジャーリーグとかだったら、まあ、ちょっとした情報ぐらいは日本のスポーツ番組でも流れますので、同じようなことを、呼びかけてはいます。まあ、私の YouTube からですが、まあ西地区は西地区、中地区は中地区、東地区は東地区で、6球団ずつに絞って南から北に向かって季節に合わせて巡業、また秋になってきた南の方に南下してくると、まあ、そういうふうな形で横の移動とか飛行機で飛び回る距離が広いじゃないですか。アメリカって国土面積が広くて、だからそういうふうなところで、まあ、メジャーリーグは動いていただいて、まあ、アメリカの他のスポーツ関係もそういったところで工夫、知恵凝らしていただくと、まあ、そういうような形でいろいろ
各、スポーツ団体等も協力していただけたら、まあ、エネルギーの消費がかなり抑え込めると。で、各地を巡業しながら、まあ、河川の土砂のかき出しは重機を使うのではなくてスコップの方ですね。あの人力でどうでもなりますんで、例えばスコップ、大きなスコップが、まあ、シャベルが、100本ほどあったとして100人の人が、まあ、アスリートの人たちが河川の土砂のかき出しを行ったとしたら、大体半年間で1億トンほどの土砂のかき出しができますと思いますよ。灯油の巡回販売で、私は身長170センチぐらいなんですけども、1日で、灯油を、まあ、1万リットルほど、販売して、まあ、大体10トンぐらいの重さですね。それを運んで、お客様の、玄関前だとか、まあ、お客様によっては、まあ、倉庫まで運んであげたりだとか、まあ、そういうことをしてましたので、だから、まあ、日没までですから、まあ、1日の労働時間は、まあ、全然変わってくるんでしょうけども、まあ、それでも1日5トンぐらいはね、プロのアスリートだったらしていただかなかったら、で、正直体大きい方とか、例えばバレーボール選手とかプロ野球選手とかでも、身長例えば190センチ前後ぐらいの人たちとかだったら、河川の土砂のかき出し1人当たり10トンぐらいできるんじゃないですかね。まあ、体も鍛えれるし、まあ、ちょうどいいと思いますよ。まあ、そういうふうな形で世界中でできるだけ重機を使わないで、人の力で、河川の土砂のかき出しを行って、まあ、排水能力を上げるのと、貯水能力を上げると。で、あとは河川水門開閉式ダム発電と、地下水流トンネル発電と、かまど発電。まあ、これらで、カバーすると。まあ、太陽光パネルに関しては大体事情分かりました。まあ、私も自分で言ってたことですけども、世界中、まあ、自分の国のことは自分の国できるだけ面倒を見るということで、自分の国で、まあ、資源を採掘して、まあ、太陽光パネルを作ってるんじゃないかなというのが、私の見通しです。いちいちその太陽光パネルの材料を、まあ、輸送していたら運ぶ運搬でガソリンとか消費されるじゃないですか。だったらまあそこの国でっていう形になってくると思うんですけど、ただ赤道直下の国は太陽光パネルじゃなくて太陽熱発電の方で、十分できますので、まあ、そこは赤道直下やその上下、沖縄ぐらい北に向かうと、まあ、沖縄ぐらいまでの範囲ですかね。それぐらいのところは春から秋にかけてかなり高温じゃないですか。ですので太陽熱発電の方でできると思いますので、まあ、太陽光パネルの原材料があったら、それよりも北部にある国だとか、まあ、南部にある国に、まあ、回してあげていただけたらなと思います。以上です。皆さんチャンネル登録と、着信通知、私が YouTube にアップロードした時に着信通知の設定を、していただけたらなと思います。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。